で最後は素手ですね。やっぱり素手でのアクションができるから武器も使ってみようかなと思うわけなんですよ。決して素手に自信がないから武器に行くわけじゃないんですよね。というのは武器っていうのは基本的に体術ができないと扱えないんですよね。別の動画でもお話ししましたけども、だからまずはこうちゃんとね、体が使えるかとかね、防御力が肉体にあるかとか、俊敏性があるかとか、足腰しっかりしてるかっていうところ、基本的なところがボディに鎧とこの剣が整っていなければね、生身の剣が全然使えないですね。やっぱりそのちょっとね、私も空手を、極真空手をやっていて、そこの素地がないと武器を使うってところにいかないですね。とにかく武器っていうのはむちゃくちゃ体力奪われるんですよ、使ってる方が。私今もうハーハーしてますけどちょっと武器をね、ヌンチャク使ったり三節棍をやったりとかね、それこそね、1分間やるだけでもなんだ、ダッシュ 100メートルダッシュを10本ぐらいやったようなね、疲労感がありますね。で、体がグッと引き締まります。だから基本的にはまずはこのボディを使いながらね、やっていくことだと思いますけども、ただやっぱ一人でなかなか体術のトレーニングっていうのはなかなかできないんですよね。まあ、ですんでこう、私の場合はサンドバッグじゃなくて牧人を買ってみたわけなんですけどね。でも牧人といっても語りかけてくれるわけではないし、動かないですから、こっち側動かないといけないですからね。どっちかっていうとこの人間に見立てて、この人がこっちを向いたという想定で、こっちが、私の方がこっちを向いてね、外から攻撃したりとかね、で、かいくぐって股の下からパンチ入れたりとか、アッパーとかね、こう出ていくわけです。誰かね、牧人の使い方詳しい人がいたら教えてください。いや、本当独学ではね、気楽なんですけども、本当にこれでいいんだろうかっていう思いがするだけで、当然ですけども私組手も何もないですから、たった一人ですからね。誰かと練習をするわけでもないですし、まあ趣味で一人でやってるんでいいんですけどもね。ただやっぱりたまにはこの体がどこまで通用するのか、試合をしてみたいなとか思うわけなんですよ。少なくとも試合を見てみたいとは思いますね。生で試合をどっかないですかね、大して調べてもないんでこういうこと聞くのも失礼ですけども、こんなん見たらいいよっていうのがあったら、ビデオソフトでも番組でも何でもいいんで教えていただければ幸いです。今のところ私はジャッキー・チェン、ブルース・リーやね、ドニー・ユン、イップマン、こういったコンテンツを見るしかないんでね、なんでしょうね、本当に台本なしの真剣勝負、一本試合みたいなのを見てみたいなと思います。昔ね、極真という映画を見てたんですけどね、今あれあるんですかね、まあこれからも老いに負けないようにがっしり体を鍛えていって、ちょっとお見せできるようなね、カンフーの演武ができるようなところまで行ってみたいなかなと思いますね。武器もいろいろ使ってみたいと思いますんで、今度はね、180センチコンを使いましょう。今度ね、棍棒を、棍棒は結構慣れてきました。ホームセンターで買う棒なんでちょっと軽いんですけどね。また見てください。それでは失礼します。